初めてのアップルのその小売リテールストアのデザインを依頼されたのが2000年、その時の、まあ、コンセプト作りとかデザインというのはすごく一番印象に残ってますね。僕ね、ちょっと古いんですけどもね、1984年にね、サンフランシスコにアメリカの会社でエスプリっていうあのファッションの会社がありまして、そこの会社がまあ世界戦略をするので、どうしてもその日本のアートディレクターを会社の中に入れたいっていうので、それで84年に家族でアメリカに行ったのがきっかけで、その後ずっとアメリカにいます。まあ、一番皆さんがご存知なのはやっぱりアップルのスティーブ・ジョブスとの仕事ですね。アップルのする仕事をする前に、少しあのスティーブ・ジョブスがあのピクサーっていうアニメーションの会社を持ってまして、そのピクサーのアニメーションの会社のコーポレートアイデンティティですね、いわゆるイメージを作るのに、あのスティーブ・ジョブスはオーナーで、グラフィックデザインのことは、まあ、好きだけどもあまりあの経験がないので、どういうふうにしてその企業のオーナーがあのコーポレートアイデンティティ、デザインのイメージをあのグラフィックデザイナーに依頼する仕事をできたら一緒にやりたいっていうので、2、3ヶ月一緒にスティーブ・ジョブスと新しいピクサーを作るためのクライアントからデザイナーに頼む仕事をやったのを覚えてますね。たまたまエスプリを辞めた後にですね、突然スティーブ・ジョブスの方から連絡がありまして、あのエスプリでやってたようなフランチャイズのショップをベースにあの新しいイメージを展開する仕事をやりたいっていうので、やった2000年のリトルストアのデザインのディレクションなんか一番結構今は印象に残ってますね。自分たちのプロダクトをいろいろ作ってるんだけども、せっかくいいプロダクト作っていいパッケージ作っても、それを売る店が全然良くないと。それだったら自分たちがその売る店まで作ればまたそれも利益になるんじゃないかっていうことで、初めてのアップルの小売リテールストアのデザインを依頼されたのが2000年、その時の、まあ、コンセプト作りとかデザインっていうのはすごく一番印象に残ってますね。まあその彼らが、まあ、要するにクライアントが何が欲しいかっていうのをまず僕は感じ取らないとダメだと思うんですよね。だからいつもミーティングしてても、もう少し話がずれる、もうポイントがずれるだけで、やっぱり彼らはすごくなんか飽きちゃうし、なんかあの顔色もあんまり良くなくなるので、やっぱり相手が何が欲しいかっていうことをやっぱり形にしていくのが、まあ、僕らにとって一番重要な仕事だと思います、ね、アメリカってね、やっぱりあのいろんな国の人が多いので、やっぱりその言葉じゃなしに、その視覚的なコミュニケーションを大事にするっていうのでやったのもあれですね、一つですね。日本に行くとやはりあの布団で寝るっていうのは、僕らいつもベッドで寝てる、あの生活してる人間にとったらすごくやっぱり安らぐ、すごいなんか独特のあの時間だと思うので、いや、あのまあ、いろんなその寝具、いろんなあの布団の話をしているときに、ある人の紹介で、いや、すごくいいあの布団屋さんがあるというので、あのご紹介してもらったのが岩田さんとかですね。フランスのデザイナー、アメリカのデザイナーがやはり日本に行って、すごい日本のその文化、特に竹とかですね、そういう日本の材料にすごく共感を得て、いろんな作品をやっぱり1950年代ぐらいにすごく日本で作った作品が今現代よく評価されたりですね、ヨーロッパの美術館にあのそういうものが展示されたり、展覧会があったしたことがあった話をですね、岩田さんにしたことがあるんです。あのなんかその今まで現代的なものよりか、もう少しその日本でしかできない素材を使ったり、そういうリサイクルできる、まあ
特に日本の資材資源を使うっていうのはすごくこれからクリエイターのにとってもすごい重要なことだと思うんですよね。なんかそういうものでなんか新しいベッドを作れないかっていうのがきっかけでした。アイデアはいくらあってもそれをこう形にして商品化するっていうのはすごいまた違ったプロセスで、やはり岩瀬さんのところにはそのベッドの、まあ、プロもたくさんおられて、まあ、岩瀬さんのところにどういうところの工場を使ってどういうふうな竹を使うっていうので、まあ、ブレインストーミングが入った時にですね、僕は絶対日本の竹を使いたい、岩瀬さんのところで作るんだったら絶対日本製でなかったら意味がないっていうことで、手織さんっていう岡山の会社を岩田さんのチームが見つけてこられて、当然岩田さんと僕もその会社に見学に行ったんですけども、手織さんはもう素晴らしいその地元の竹を使って工場から一切ゴミも出さない、もう全て竹をうまく商品化するっていうので、まあ、その考え方とですね商品の完成度にすごく共感しまして、ぜひその手織さんのことで商品化したいということで、これは湯畑さんと手織さんとのうまくこのコラボレーションがなかったら商品化できてないと思うんですね。本当にそのいわゆる竹のスプリングの良さ、体にどれぐらいいいというのは今まで作ってこられた湯畑さんとこの技術とかですね、やはり手織さんの竹の曲げ方、やっぱり伸び方、縮み方、まあ、そういうものは本当やっぱり経験者がこれあってのことで、やはり寝てるとやはりどうしてもその竹と竹がすれ違うだけですごいこう細かい音も出るんですけども、まあ、それをどういうふうに消すかということで、かなり2社のその技術開発と今までの経験で作られたっていう感じがものすごいしましたね。デザイン以上にやっぱりそのあたりが素晴らしい商品ができた結果じゃないですかね。僕はもともと神戸なんですけども、まあ、デザインの学校に行ってた頃に、まあ、一度は東京に行きたいと、まあ、そのあたりちょうどサイケデリックがブームな時で、青山三丁目のそばにですね、今これ多分おられるんです、宇野明さんっていうイラストレーターの奥さんの宇野真理さんのマリーズショップっていう素晴らしい店があったんですね。それとかあと200日間だけしかオープンしないっていう古着屋さんとかですね、なんか当時あの辺りっていうのは青山通りっていうのは一番そういうクリエイティブなものと、やっぱりアメリカの文化の一番走りがなんかいつも話題になってたような通りですね。で、僕一番やっぱり一番思い出があるのは、青山三丁目に日本のグラフィックデザイナーを代表する田中一子さんのオフィスが三丁目のベルコモスの真前のビルの一番上にあったんですね。あそこに何度か行ったこととか、あとこれ多分皆さんご存じないと思うんですけども、百味尊っていうすごく有名な、これ1990年ぐらいかな、ちょうど青山三丁目から千駄ヶ谷にすぐ入った左の路地を入ったところにですね、百味尊っていう、これはもう多分本も出てるんですけども、まあ、海外でも一番日本の和食美容を一番きれいに紹介した本じゃないですかね。この横山さんの店っていうのに何度か行って覚えてますね。これはすごい有名な、食を京都の料理人が東京で成功した有名な店ですね。それも青山三丁目ですね。まあ、ベルコモンズができた時があって、ね、やはり青山三丁目あたりは一番僕らも遊びに行ったところですね。あの辺りにやはり食べるところもあるし、ブティックもあるし、なんか青山三丁目っていうのは、まあ、一番若い時の思い出のある ところですね、僕にとっては。旅行で泊まるとすれば絶対まず便利さですね。まあ特に街のホテルに
に泊まるときにはやはりその便利な、まあ、交通の便利、やっぱり生活する仕事するので、やはり便利さで僕はホテルを一番選びますね。でやはりリゾート、まあ、バケーションで行くんだったら、まあ、自然とかですね、そういうものにあのポイントを置きますけども、やはり便利さっていうのをやはり一番あの東京に行くときには取りますね。で今まであまり青山にはホテルがなかったので、今度これグランドホテルができると、かなりあの僕らの周辺の友達含めすごくあの多分宿泊するんじゃないかと思いますね。まあ、ホテルの機能っていうのはね、まあ、いろんな機能があると思うんですけども、やはり、まあ、僕らはあの東京に生活してるんじゃなしに、やっぱり旅行に行くっていうことで、やはり東京に行ければ、まあ、クライアントもあれば友達をやはりその部屋に呼んだり、まあ、一番いいのはそのホテルのバー、ホテルのレストランで食事をしながら、まあ、ゆっくりくつろげるホテルっていうのはなかなかあるようでないんですよね。だからそういう意味で青山ベルクモンズのあたりっていうのは、あのあたりはなんか周りにすごい友達がたくさん住んでますのでね、なんかその延長上で気軽に友達も呼べて、なんか僕らもその友達に行けるような、なんかちょっと今までのホテルの機能ではないようなちょっと泊まり方ができるんじゃないかなっていう感じはしますね。僕らも、まあ、いろんなホテルのプロジェクトをやってたんですけど、やはり ホテルっていうのはそのターゲットってすごく僕あると思うんですね。やっぱり価格のターゲットとか、やっぱりまあこういう人、どういうふうな人をホテルはもうターゲットにするかっていうことで、なんか青山三丁目っていうだけですごいなんか東京のクリエイティブの人の住居のそばになんか近づいたホテルっていうので、なんか僕はすごくいい印象があると思うんですよ。